綺麗よあんなとこなんであんなことするのネットニュースになりそう。ニュースになってるか調べましょうか。どうもかまいたちです。ミステリー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 。さあということで、はい、今日はですね、どっちがネットニュースになるか対決。イエーイ。今からですね、はい、YouTube1 日かけて撮りますので、はい、今なんか SNS でつぶやいたり、インスタ載せたり、Twitter でつぶやいたりとかして、終わりにどっちの SNS つぶやき投稿がネットニュースになってるかしょ。なるほどね、最近多いよね、なんか何でもないことでネットニュースになってるの。フワちゃんを人間違いしたやつがネットニュースになったりとか、前髪上げていこうと思いますって言って前髪上げた写真載せてネットニュースになったから、うん、すごいよね、はい、ほんでなんか結構すぐなったりするのよ意外にね、例えば YouTube 上げて、ほな上げた瞬間になんかネットニュースになったりとか、はい、嫁に誕生日プレゼント買ってもらっても俺の金やんって思うとか、めっちゃネットニュースなんか山内さんマイナスネットニュース結構綺麗よあんなとこあんなとこ使うなよそれを YouTube さ、うちの奥さんも、まあ、毎回アップしたやつ見てくれてるからさ、はい、見てんで、うちの奥さんも、はい、山内さんは俺のお金やからあなたは家のお金やからみたいな話してた、でそっから買うのは全然いいってなんか言ってくれてたけど、あれ独身時代に自分で稼いだお金で買ってんねんけどって言われてえ、濱家の奥さんは濱家のプレゼントを独身時代に稼いだ貯金からプレゼントしてた ん, てたん。ほんで私は山内さんの意見って言ってきた何ていうの、偉そうになんかこう正しいことを偉そうにわーっと喋った感じでおったけど、その山内家濱家家でいうと3対1で俺一人だけやったよそっちの意見すぐなったりするからね、こういうの、まあ、なんか3つずつぐらいにしますか。そうね、俺今思ってるのは、この間初めて濱家のそのグッチの高いのとか言いながら、自分で初めてですけど8万ぐらいのルイ・ヴィトンの T シャツを買ったんですよ。 T シャツに8万、 T シャツで8万って、ね、やばない。俺もさ、だからもう前言ってたルイ・ヴィトンの展示会みたいなところに、はい、なんかひょんなことから招待してもらってね、はい、行って、でこれどうですかみたいなんで、アウターとかパンツはまあ、ずっと履けるし、ある程度値段高くてもまあこう記念やからええかと思って買ったんですけど、その T シャツもそのタイミングで持ってきはって、で T シャツに8万って、無理無理、だってさ一瞬で汚れたりなんかハプニング起きるやん、 T シャツってビローンってなったり切られへんよ、切られへんやんか、で T シャツはなーって俺はなんか軽くかわしてる気配を見せずにこうかわそうとしててんけど、こっちを買うことを立たして、はいはい、パンツを買うことを立たしてT シャツ買わないのなんかスッとこうかわしながら行こうと思ってたら、何を思ったか嫁が、いやその T シャツはかっこいいわ、いいんちゃうって言ってきて、たまにあるよね、その意思の疎通取れてない、取れてない、ここは断る方向で行ってんねんと思いながら、でもまあまあもうないやろなと思いながら買ったから、せっかくやからルイ・ヴィトンの8万の T シャツ買っちゃいましたみたいなつぶやき。なるほど、これは山内どんだけ高いの買ってんねんみたいな、なると思う、敵も現れるやろし、お前みたいなもんが、お前みたいな着るなぜ、そう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 いうのも計算して、これはありかなと思ってます。俺一個大本命あるから。あ、そう、あの一回さ、俺あのタオルにふわふわ感いりませんみたいな、めっちゃバズってた、バズってネットニュースにもなった、ガシガシの本でいいですみたいな、はいはいはい、あれ系が一個ちょっとあって、バズ系はやっぱネットニュースになると思うんで、一、はいはい、個、いつまでコップの裏に剥がしにくいタイプのシール貼っとんねん。あんなにね、あんな綺麗に剥がせるシールいっぱいあんのに、
いつまでコップの裏にある、粘着性のあるな、粘着性の剥がした後残るタイプの爪でカッ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 ってしてる、ほんで洗い物する時に逆さにしてそこに水張ってってもそんな取れへんやつ、うん、分かる。あれ系はだから炎上覚悟で言います、敵なんでいけば俺は、なるほどな、共感してくれて俺はいけるような気がしてる。俺そのラインで言ったらさ、靴下新品の状態の時ってなんか、うん、こうく、はいはい、クリップみたいなのこうなってるパターンと、うん、あと貫いてるやつあるやん、あるプラスチックみたいなので、こっちがこんなんでこっちが三角みたいな、そうそう、はい、貫いてるやつ、うん、なんであんなことすんのいやみんな思わへん、いやあれさちぎったらさなんか靴下のも貫いてるからこの穴が広がっても嫌やし、ハサミで切ろうと思ったらだいぶこう分かる、キュッてここのスペース作らないと布まで切っちゃいそうや、なんで俺の靴下に勝手にもう穴開けてるやんって俺は思っちゃうわけよ。で もし切りミスったらさもう穴開いた状態スタートになるから、まあ分かるね、それ行こうかな。え大丈夫、俺の方がインスパイアされてる炎上覚悟で言いますけど、俺ついさっきもそうやってんけどさ、うん、こんなんもいけんちゃうかなって一瞬思ったんが、今ちょっと小腹すいたからこれ買うたんよ、はい、そこ の本社の自販機、自販機のパンね、北海道ミルクデニッシュ、はい、この名前でクリーム入ってへんやつめっちゃがっかりしませんか系ああ入っててほしいな、うん、パンがねなんかクリーム多めなのか、そうそう、パンにミルクを練り込んでる系やったんや、うん、これってショックですよね系、ややこしい、それいいんじゃない、うまっ、そんなことよりうまっ。あと俺ちょうどタイムリーなあれですけど、うん、この間番組でさジモティ使ってみたいなんか、はい、でジモティを使ってどんだけ物が揃うかみたいなのを番組でしてて、うん、それ見てジモティいいなと思って、で実際登録して、はい、でさっきちょっと商品っていうか商品っていうか家でも使わないけど倉庫みたいなところに引っ越しのタイミングで使わ保存保管だけしてたやつを何点か出したのよ、はいはい、ジモティで登録して、ほんともうめっちゃ早い、1分以内にザザザザザってきて、へー、ほんで受け渡し時間とか場所もこっち の、はい、めっちゃ細かい、この時間のこの場所に来れる人だけで、すいませんけど今回お願いしますみたいに言ったらそれでいいのでお願いしますみたいな、こういう場所にこういうものを置きたかったのでその商品がぜひ当てはまると思うのでお願いしたいですとか、熱意とかも込みで来て、俺ちょっと今後ジモティはだいぶ使っていこうかな。へー、何の話やねん。だからジム山内何をつぶやくねん。それいろいろ長いこと聞いたけど、何ジモティの良さを、うん、山内ジモティ始めましたってつぶやくめっちゃ便利っていうのね。俺はインスタグラムもう1ヶ月ぐらい更新してないねや、うん、だからインスタになんかちょっと久々に載せますみたいなんで、うん、おしゃれかっこいいやつをあげようかなと。あ、写真な。そうだって1ヶ月間俺更新してないからさ、ちょうどそれもフリーになってるなと思って。あ、俺じゃあ2夜連続牡蠣料理やったからそれ載せようかな。いや、牡蠣中の牡蠣、ネットニュースになれへんといやでもさ、前日カキフライだけやって、うん、ご飯でカキフライとまあシューマイとか食べて、で2日目カキ料理またしてんけどって嫁が言ってきてんけど、カキ、うん、すぎ見て、こんなに全ガキってある、もう当てに来てるカキすぎるやろこれ。東京の弁当の豊富さえぐいっていうのもあるな、この間の自由にこう置いてあって俺らの楽屋やな。何人組のコンビか分かってないよな。あ、コーヒー、ちっちゃいコーヒー出しません、ちっちゃいちっちゃいコーヒー出しません。あと
奥さんの実家の給湯器が壊れてさ、お風呂の、うん、押したらめっちゃ怖い幽霊みたいな音なんねんやん、うん、それちょっと一回聞いてくれへん。普通ピッってなんねんけど、うん、怖っ。マリオ、マリオのなんか怖いステージ。めっちゃ怖い。さあちょっと、はい、部屋変えました。はい、打ち合わせ室今日3つぐらい変わらんダメみたいですね。じゃあツイート、はい、決めましたね。決めました。僕2つにしました、すいません。はい、炎上覚悟で言います。いつまで剥がした跡がベタベタする値札のシールをコップの裏に貼っとんねん。綺麗に剥がれる値札のシールが溢れてるこの世の中で何考えとんねん、はあ、はあ、つい言ってしまった、うん、ついに言ってしまった。でもう一個、はい、すごい数のお弁当の写真とともにですね、東京の番組の楽屋弁当の数と種類すごない、かまいたち2人を JO1 と間違えてる、うん、ABC でやってたもう少し嫌なやつの楽屋弁当チロルチョコ1個の時あったよ、すごない、変な意味じゃなくて、変な意味じゃなくて、はいはいはい、この2つ。なるほど、ネットニュースになりそう。私は3つ、はい、うん、ルイ・ヴィトンの8万円ぐらいの T シャツ買っちゃいました、うん、着るのが怖い、うん、それと新品の靴下、もうそろそろこれでつなぎ止めるのやめません。なるほど。でこれは写メも載せました、その靴下のやつ、はい、であとこのくらいのサイズの缶コーヒー缶を出してほしいんですよ、マジで。でこれも写メ付きで載せました。この3つですね。はい、じゃあ、はい、どうなってるでしょうか、お楽しみに。何時間後かの俺。さあ、はい、3時間ぐらい4時間ぐらい経ちましたね。ニュースになってるか調べましょうか、はい、まず LINE ニュースでかまいたちって入れてみようか。あ、なるほどね。さあどうなるか。ないね。ないですかね。あ、中居正広さんの楽屋で大失態とか、ね、俺のやつね、うん、LINE ニュースなし。え、いいね数とかどう。あ、俺でもコップのシールのやつはもう1万いってるね。すごいんじゃないそれで。楽屋のお弁当が8000。ほう、3時間でめっちゃいってるやん。今後ニュースになる可能性あると思う。俺ちょっとニュースになってないわ、俺のやつは。私は靴下のが8950、うん、おお、いいね、いってます。で缶コーヒーが3600、うん、まあ、缶コーヒーはならへんから大丈夫。ルイ・ヴィトンが2700。あ、でまだニュースにはなってないっぽいですね。これ今後はなるんじゃない。今後なるかもな。もうちょい時間いんのかな。3時間じゃやっぱ無理ね。もうちょっと時間見ましょう。2つともなったらどうしよう。チャンネル登録お願いします。ということで結果は3時間ではちょっと無理でしたけど、はい、ちょっとこの後お楽しみにということでございますね、はい、お待ちください、お待ちください。何のリズムやった。おやつカンパニー。ああ、よう分かった。お待ちください、東急ラボ。ええ、んもう一本。え、ビューティーラボ。ビューティーラボ。ビューティーラボだ。お待ちください、ねるねるねるね。ねるねるねるね。絶対に。